茂木は地元のサーキットですし、すごい走り込んでるサーキットなので、なんとか、まあ、ホンダのホームコースでもありますし、何が何でも勝てるように、相性のいいサーキットだとも思っているので、勝てるように頑張ります。土曜日は二輪の方は無料で入場できて観戦できるので、ぜひツーリングがてら応援しに来てください。東方レーシングの山口達也です。茂木は僕の大好きなコースでもありますので、全力で頑張ってまいりたいと思います。表彰台に立てるようにテストから全力で攻めて、なんとか3位以上目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。今シーズン FCCTSR テルルから全日本に参戦させていただけることになって、本当にチームが伝統もあるし実績もあるチームなので、僕自身少なからずプレッシャーは感じてはいるんですが、結果を残す大きなチャンスだと思いますし、もちろん一つ一つのレースで優勝することを目指して、本当に勝たなきゃいけないライバルみんな強力ですし、簡単なことではないと思うんですけど、精一杯頑張っていきたいと思います。ツインリンク茂木のレースも僕はやっぱり地元のレースですし、応援に来てくれる方もたくさんいるので、そういった方たちの前で本当にいいレースをして、またレースを見に行きたいと思ってもらえるような、そんなレースができるように精一杯頑張りたいと思います。ぜひサーキットに足を運んでください。森脇レーシングの高橋幸です。今年は JSB 戦デビューの年なので、精一杯頑張って走っていきたいと思います。ぜひツインリンク茂木にいらしてください。